ねえ、知ってる？ヨッシーの謎。ヨッシーって本当の名前はヨッシーじゃないんですよ。ヨッシーのフルネームはティ・ヨシザウルス・ヌンチャクッパス。クッパがつくので本当はクッパの手先だったんじゃって思ってしまいますよね。しかし安心、名前についているクッパスというのは亀のようなキャラクターを総じてクッパというらしいです。かなり紛らわしいですよね。そしてここからが本題。ヨッシーは恐竜なんじゃないの？トサカもあるしと思った方、最近のプロデューサーインタビューで分かったことなのですが、ヨッシーはなんと亀だそうです。先ほどのクッパと合わせて納得はできるのですが、なぜヨッシーは恐竜という印象が強いのでしょうか。それはおそらく一番はまずヨッシーの見た目で、頭の後ろから背中にかけて生えているトゲ、どう見ても恐竜のトサカですよね。これがステゴサウルスなどを印象付ける最大の恐竜要素だと思われます。しかしそのトゲの下、背中にある蔵みたいなのは何でしょうか。マリオが乗る場所ですよね。これ最近になってようやく分かったんですが、あれ実は甲羅なんです。そう、ヨッシーは亀だったんです。1990年から発売されたスーパーファミコンソフト、スーパーマリオワールドで初登場したヨッシー。そこからずっと謎だったヨッシーの正体、実は彼本人が一番世間を混乱させていたのですね。はい、おはようございます。今日もマリオデッセやっていきます。前回はクリア後要素を確認しようと、このキノコ王国の城の周りをうろうろしました。パワームーンがちらほらあったり、前に出てきたボスがパワーアップして出てきたりとありましたが、今回はパワームーン集めではなく、まだストーリーが残っているようなので、城の中に入ってみたいと思います。一名、絶対に許さない。俺のことを振りやがってよ。行くぞ今。ここか、あいつの家、あいつの城はここか。なんだろう、ちょっと話しかけてみよう。はい。大変です、マリオさん、またピーチ姫がいなくなりました。あれ、え、またさらわれた。大きなカバンを持って楽しそうでしたけど、どこに行ったの。それ旅行じゃねえか。確実に旅行だよな。どこに行ったのでしょうって。まあ中に入ってみましょう。あ、懐かしい。でるるん。あ、前のまんまだ。あ、だけど壁にある絵がなくなってる。ピーチ姫どこですか。どこに。どこにもいません。なんかある。なんだろう。え、なんだろう。あ、これあれかな、一番最初のところかな。撮影しよう、とりあえず。これもちょっと撮っていきたいな。で、他のやつにも。国中を探してもいません。どこですか。一緒だったティアラさんもいない。どこに行ったんだろうね。あ、なんだこいつ、キノピコか。こいつ、こいつ、何で出てきたんだっけな。あ、キノピコだ、記録係。こんにちはマリオさん、今回も大活躍お疲れ様でした。ところで私キノピコは今世界中のいろいろな記録を集めています。記録を達成された際にはパワームーンを差し上げています。あ、早速救出ピーチ姫を達成ですね。おめでとうございます。イエーイ、救出ピーチ姫。おお、1個もらった。次は何かもらえるかな。さらに記録達成でもらえるパワームーンの名前をお教えしますね。マップを開いて Y ボタンを押すと見れるパワームーンリストにヒントを書いておきます。あ、へえ、ここ何個あるんだ。え、何個あんの。104。すごいな。うん、結構じゃあ達成してると思うから、もう一回話しかけてみようかな。はい、達成。世界に平和を。うん、これちょっとどんどん取っていきましょう。世界に平和を。どのタイミングで言ったらいいんだこれ。パワームーンナイト、パワームーンキング、ペラペラムーンゲット。何のことやろこれ。宝箱ハンター、音符集めワールドツアー、チクタクアスレチック。アマってなんだ。アマって、アマチュアのアマか。会いたいキノピオ隊長。もうあったよ。もっと会いたいキノピオ隊長。ジュゲム世界を釣る、花坂名人、花坂仙人、ウサギと追いかけっこ、ヒップドロップ先生。コーディネートはオッケー、コーディネートはバッチリ。写真のお宝見つけたよ、スロットの達人。お土産デパート、お土産ミュージアム、キャプチャービゲナー、キャプチャーエキスパート、キャプチャーマスター、帽子のファッションリーダー、服のファッションリーダー、
中間ポイント愛好家。コインの富豪。コインの大富豪。コインの超富豪。ジャンプジャンプジャンプ。なんやこれ。飛んでけ、キャッピー。あ、なくなった？やったか。えーらい左。ラン埋め尽くされたな。何個あんだこれ。1,2,3,4,5,6 71個あるぞ。まだまだたくさんあるな。ここの周りにもたくさんあるし、他のやつは、あ、この辺か。ファームンゴッド600分の483。600個。ローカルコインを使って世界中のお店で買い物をする。もうちょいか。ペラペラムーンゲッター。ん？ペラペラのパワームーン、あ、2D ステージってことか。スーパー宝箱ハンター。宝箱からパワームーンを入手する。なるほど。音符集め。あと6個もあるんだ。チクタクアスレチックプロ。まあ、これはパワームーンたくさん集めてたら、全部コンプリートできる感じかな。うん、パワームーン集めてたり、紫コインを集めてたら、あ、なんだろう。月の石解放者。ワールドザワールド。ワープホールで移動する。ああ、なるほど。中間ポイント。あと2個だ。まだ取ってない中間ポイントがあるのか。それでは、あと他には何もない感じかな。じゃあ、中に入ったけど、ピーチ姫を追っていきたいが、パワームーン集めしたいな。ピーチ姫どこに行ったんだろうね。ピーチ姫を探さないといけないけど、まず情報集めが必要じゃないか。どこに行ったん？どこに行ったんだろうね。うん。カバンを持ってどこかに行った。どこだろうな。なんか情報ないのかな。これでストーリー終わりか、もしかして。どこにいるかもわからないから、闇雲に行くしかないってこと。じゃあ今回もパワームーン集めになりますか。じゃあオウムさんに聞いてどんどんやっていこうかな。他に行ってない場所とかあるか。うん、天井からの光。あ、わかった。それは64の時と一緒だな。キノピオ当選棒。あ、それは見たことあるような気がする。はい、ピーチ城のガールフレンド。わかった。あのクリボーだな。ちょっと当選棒とクリボー行ってみよう。あ、ロケットもあるぞ。ロケットもあるし、当選棒は確かこの辺で見たような気がするな。隊長はキャンプの方、ショップの方か。これは？えらい遠いな。これは、これで行くんじゃないか。違うか。間に合うか。えらい時間厳しいな。このバイクを使って行ってみるか。バイクかっこいいよね。バイク使って行ってみよう。はい。よし、オッケー。あそこだな。ちょっとしたマリオカートだな。行くぞ、マリオ。バイクだったら間に合うはず。どこだ、どこだ、どこだ。ファームーンどこだ。あった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 。間に合えー。キノコ王国でチクタクアスレチック。え、1とかないんだ。数はないんだ。で、ガールフレンドがあったんで、クリボーを大きくして、クリボー、はい。この三段のやついけるかな？ちょっと三段のやつにキャプチャーしよう。ちょっと三段のやつじゃないと、上に乗れない気がするんでね。痛いわ！はい。今何段だ？今6段か？はい。8段！はい、次。9段いけるかな？ 9 段。9段。何段にすればいいんだ？全部とりあえずやっていけば間違いないとは思うけど、今9段。あとは、あとは？もういないか？ちょっと9段で行ってみよう。確か城の裏にガールフレンドがいたんで、城の裏まで行こうかな。さあ、着いたぞ、ガールフレンド。これだな。9段で足りるか？どうだ？あ、やった、足りた、足りた。ちょっと待って、近づけないんだが。どうしたらいい？これ。ね、近づけない、そこまで行けないよ。どうしたらいい？ちょっと待って。もしかしてこの辺に。いや、ないな。え、ないぞ。あそこまでジャンプで届くのか？待て。さあ、10段にして、帰ってきました。どうだ？これでどうだ？近づけないんだが、どうしたらいいんだ？これは。どっか別の場所から行くとか。くそー、近づけんな。どうやったらいいんだ？あ、違う。これは帽子がないからできないんだ。ダメか。ハイジャンプで届くかな？届かんぞ、絶対。
あ、ちょっと分かったかも。これもしかして階段があるっていうことは、あ、やっぱりそうだ。全部線を抜いたら水かさが減るんじゃないか、これ。はい。これで水かさ減ってない。あ、しかもヨッシーが入る場所もある。なるほど、謎は解けた。はい。これで三つ目。で、あと一個で多分水かさが全部なくなっちゃう。今のところ減ってませんが、これで全部減っちゃう。はい。どうだ？おー、間違いない。あー、なるほどな。こうやっていかないといけなかったんだ。はい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 。そんなに難しいことではなかった。ではクリボーを連れてきます。さあ到着と。結構時間かかったな。はい、オッケー。これでいい？ありがとう。結構時間かかったぞ。しんどかったな。謎解き要素があって。はい、ついでにヨッシーで行ってみようかな。ピーチ城のガールフレンド。何個目だこれ。もう相当あるな。左がかなり埋め尽くされてきたぞ。さあ来ました。ここに何があるかな。てってってってるるん。ドラゴン再戦か。ここドラゴン再戦か。いけるかな。さあ来いよ。畜生、どんな風にパワーアップしてるんやろな。雷とかがパワーアップしてるんやったら結構避けづらいぞ。まずは普通に避けていく。なんだ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 。その攻撃は大丈夫。あ、結構誘導性が上がってるかもしれない。なんだ、え、これ氷のステージじゃないか、もしかして。えらい床がツルツル滑るんだけど。めっちゃ滑る。来た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 。よしよし。まずは、はい。そんなのあり、そんなのあり。いった、避けたと思ったら。よしよしよし。まずは一発。オッケー。はい、2、3。そして、おできを潰す。来た、まずは一発。そんなに難しくはないと思うんで。はい、二回目。この調子であと2発。はい、避ける。よし、何発避ければいいかな。まずこのリング攻撃を、リング攻撃を、はい、避けて。よし、次次、3発か。いや違う、2発でいいんだ。でこれをうまくくぐって避けて、はい、くぐって避けて。あー、当たるか。結構厳しいな今回。一発でいけるかな。はい、まずは1個。時間足りるか。やばい、足りんかもしれん。まずい、おできを潰す。オッケー、いける。あと一発。ここでハートを回収できればいけるんじゃないか。やばい、もう来てしまった。あぶねー、間に合った。うーん、避けれるよね。避けれた。はい、次戻しん。オッケー、よし。あとこれを避ければ完璧。難しいなー、難しいな、むずいなー。よし、避けれた。で、あとは一発でこれを全部抜けば。はい、抜けて。まだおでき、おでき、まだ。はい、いける。一発でいけたー。楽勝やったな。結構厳しいかなと思っとったけど。バターン。やっぱりグラフィックに見合ってないな、こいつ。さあ、グランドムーンゲットです。なんとかゲットー。マジでどうなるかと思った。うわ、64マリオが台無し。もうちょっといい格好で来ようかな。64マリオ飽きちゃったな。他の格好にしようかな。はい、ホロビアの激突、再び。さあ、次は、ちょっといろいろと見つけたものもあるので、そういうところをすべてやっていこうかな。まずはこのロケット。なんだろう。エア合わせは、雲の国でも遊べるそうですよ。何エア合わせって。なんだろう、エア合わせって。エア合わせ？え、やばい。こういう俺パズル系めっちゃ苦手。できるかな？え、合わせ、え、合わせ。うまくいったらお楽しみ。上手に、え、合わせできたなら、パワームーンを差し上げます。え、合わせ挑戦しますか？うん、わかった。頑張る。それでは、舞台の上にどうぞ。上手に顔を作るゲーム、え、合わせの説明をします。最初に見えてる絵、お手本の通りにバラバラになった顔のパーツを並べてください。
顔のパーツはそれぞれにキャプチャーすれば回転したり動かすことができます。置かれたパーツは見えなくなりますが、その完成度で点数がつきます。え、服洗いかこれもしかして。では合格ラインの60点以上を目指して絵合わせスタート。あ、服洗いだ。キャプチャーしていくんだね。回す B ボタン、こうか。はい、まあここら辺でしょう。よし、はい、でキャプチャー、はい。ええ、あれ消えたぞ。違う、あれ消えるぞ。どういうこと。え、あれ、あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。じゃあ、はい、これは何だろう。これなんだ、これ。これなんだろう。ちょっと待って、これわかんない。あ、ハズレのパーツもあるってことか。じゃあ、ヒゲ、とりあえずヒゲ。で、ヒゲはまあ、もうちょいかな。はい。こんな感じかな。ヒゲ多分、この辺かな、この辺。この辺かな。はい、ZL。で、目は絶対違うんで、口は多分これでしょう。口を右に回して多分少し斜めなんでこんな感じかな。はい、置く。眉毛とかあったっけな。まあマリオと言ったらやっぱ鼻ですよね。鼻をしっかり、鼻縦、いや横だよな、こうだよな。鼻こんな感じかな、こんな感じかな。よし、置く。マリオって眉毛あったっけな。はい、じゃあこれも回して、あー間違えた。やばい、これは60点以上無理かもしれない。はい、ぐるっと回して、しかも眉毛反対じゃないか、こうだよな眉毛。はい、ちょっとこれでじゃあ声かけてみよう。これでいきます。はい、さあどんなになったかな。 OK、 ではドキドキの結果発表。60点以上で合格ですよ。わかった、結果は妖怪じゃねえかー。どうやろこれ60点以上いったかな。あ、いった、片目がなくても63点、結構いけるもんだな。上手にできました。見事合格できたですのでパームーンを差し上げます。ちょろいな結構。イエー、似てる、絵合わせマリオ。うん、似てるかもしれないけど結構ひどいよねこれさ。あー、もうできないんだ。自分でちょっと採点もう一回したかったな。もう一回できる、絵合わせ。少し難しくしてみました。あ、パワームーンくれる。わかりました。挑戦します。お願いします。眉毛が、長い方が、ちゃんと眉間の方。そして、口があって、鼻があって、OK。手本をよく見て、しっかり覚える。わかった。うん。何点今回 ?80 点か。余裕そうだな。まあ、絵心がある俺にはかなり、え、何、え、そこまで消えるの?これはちょっと難しくないか?まあ、はい。ZL。で、はい。右目かな?こっち。左目かな?これはちょっと角度が悪い気がするな。はい。こうかな?こう。はい。こんな感じかな?はい。で、鼻を置いて、鼻も、くるっと回して、どの辺だ?どの辺だろう?この辺かな?はい。ここ。で、ちゃんとヒゲもしっかり置いて、ヒゲどの辺かな、この辺かな。はい、あ、角度がちょっと悪かったな。で、口、最後眉毛を最後にしようかな。で、これもぐるっと回して、多分この辺だと思う。うん、この辺だと思う。絵描きさんとかすごいこれ得意そう。で、はい、これで、ぐるっと回して、これはこっちで合ってるはず。多分眉毛はこの辺。OK! で、もう一個。これは角度はこの辺で合ってるはず。もう一個置いて。ん?どの辺だ?ちょっと全然わからなくなったな。こうか。こうかな。よし。これでどうだ ?80 点もらったな。終わりましたよ。じゃあ採点。うん、ドキドキする。どんな顔だろう。なんか女の子っぽいけど結構近いよね。これ、合格だよね。採点お願いします。うん、終われたよ。うん、80点以上結構簡単だと思うけどな。可愛いな。でも結構近いんじゃないか。マジかよ、これで63点。不合格か、結構厳しいな。さあこれでどうだ。あー、どうやろ。69、これでもダメか、むずいな。よし、さあこれでどうだ。結構いけたかな。結果は、お、
え？ええー、なんで？あ！うん、違うか。これは無理ゲーじゃないか？なんか俺が、付け忘れてるとか？なんか俺、付け忘れてない？もしかして。いや、そんなことはなさそうだけどな。目が反対かな？もしかして。あ、目が反対なのかな？ちょっとやってみよう。あ、85って、やっぱり目が反対だったんだ。こんなガバガバでいけるぐらいやからな。目が反対なのがネックだったんだ。さっきのでおかしいと思ったもん。なるほどな。上手にできました。見事骨格できました。バカガンガンガン。いやー、そっくり絵合わせマリオ。よし、行くか、次。めっちゃ苦労したな、これ。すげーしんどかったぞ。正直ズルしたしな。ん？これかな？当選簿記のピオ。なんか要求してくるのかな？パームを守ってるのです。クリボーが来たって怖くありませんよ。え、これ、普通に通れるの？え？あ、クリボーを連れてきたら、通してくれるのかな？タワーじゃないとダメかな？とりあえず一匹で行ってみよう。まずはじゃあ一匹でちょっと試してみようかな。クリボーが来たって怖くないですよ、だって。強がっちゃってさ、かわいいな。声がいちいち可愛いな。やべえ、いじめたくなっちゃう。ほら、あ、一匹でいいの？ちょろ。キノピオ当選簿。さあ次。わあ、怖いね。さよなら。さあじゃあ次はこれいってみようかな。ガクガクした懐かしいお姿を見たいです。見せてくださったら中にご案内しますよ。何もかも懐かしいお姿、どうぞ中にお入りください。ありがとう、嬉しい。どうぞ中へ。宝箱あるだけかな。あ、宝箱見つけた。はい。うわ、庭園だ。あ、1234561234551。痛えわ。え、待って、今の覚えられんかった。ちょっと、え、待って、これ自信ないわ。ちょっと待ってくれ、死ぬ。ここが違ったよな、まずいきなり。わからん、どこやろう。ちょっと、ヒントとかない？あそこなんか書いてある。なんだろう。はい。はい、スペシャル技。あ、それはどうでもいいや。なんかヒントとかできんかな。これスクリーンショット使うのはさすがにずるいような気がするな。そこが1、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6。ん？あ、出てきた。開け方間違った。うん。1、2、3。どっちだっけな？ 4。間違えた！ 1、2、3、4、5、6、7。よし、行くぞ。1、2。はい。1、2、3。で、こっちが4、5、で、ここで6。今度は間違えんぞ。これ死んだ方が早いことに気づいてしまった。死んだ方がしかもコインが儲かる。あそこ何度？あ、特に何もないか。では、1、ここからだな、ここから。1、あれ？また逆か。入ってきてこっちか。ちょっとカメラの角度で分かりづらかったな、かなり。ここ、はい、1、うん。で、ここ2、はい、3、で、4、こっち、4、5、で、反対側6、そしてまた逆に行って7、7、で、8、これでフィニッシュ。やっと取れたな。結構しんどかったぞ。はい、8。はぁ、何時間かかんだよ。はい、パワースター！パワームーンですけど、パワースターゲット！中庭に潜む宝箱の罠。よし、帰りましょう。まだあるかな、もしかして。
もうないよな。なんかありそうだけどな。例えば、なんか怪しくないか？あ、ある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 。あった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 。はいー。ゲットー。あの頃の思い出。めっちゃ邪魔になってきたな、パワームーン。ちょっとここ登ってみようかな一回。おお、ちょ邪魔しないで。ここ種があったよね、確か。あった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 。この種をあそこにまくと。はい、いってらっしゃい。そしてこの上には何があるんだ。またボスかな、もしかして。塔があるんで多分ボスですね。で、紫コインがここにあったんで、あと3枚。まだ上とかないかな。なんかありそうだけどな。行ってみますか。さあ、では森の国のボスだったっけな、これは。ちゃちゃって倒しますか。到着。一体こいつは何だったんだ。あいつをまずキャプチャーしないとダメだ。おった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 。これをまずキャプチャーしないと始まらない。今回はあそこにリングがあるのか。てん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 、バーン。まずは一発ドーン。ビリ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 。さあ、かかってこい。再戦じゃ。なんだあのトゲがついてんの。前からあったっけな、あのトゲ。大丈夫かな。多分一発でいけるとは思うんだけどな。ビキー。怖いな、あの目。よし、行くぞ。まずはこれを壊していくのかな。よし、1個。いや、これ外れてるな。あ、外れてなかった。2。なんか追ってくるんだか。3。はい。そしてこれを避けてここに攻撃すると。まずは一発。よし、やり方は分かってるんだね。あのビームどうやって避けるんだ。あ、はい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 、こうやって避けるね。こうやって。うわ、それありか。え、あー、あ、全然、はい、全然、上、はい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 。お前ら全部来るんかい。くそ、これは難しい。やばい、これクリアできるかな。かなり難しいぞ。まずは1個。はい、2個。やべ、やめろ、それに攻撃するな。はい、3。やめろ、それに攻撃するな。そして、ドカーン。その調子 OK。 あと一発でいけるが、HP を回復したい。確か、ハテナブロックがあったような。あ、まずい。ハテナブロックを探してる余裕がない。うわー、クソ、ダメか、避けられんか。頼む、もう来ないでくれ。うわー、いやー、ギリギリか。危ねー。はい、まずは行こう。よし、行こう。これ、ゴリっていけるかな。はい、2、行こう。やばい、これに当たったら終わる。はい、3。よし、ラスト一発。おらー、くらえ。うわあ、危なかった。かなり難しかったぞ。ゴリゴリ感が半端ない。スペランカーだったら確実に終わってた。はい、パワームーンゲット。グランドムーンですね。やっぴー。スチームガーデンの首都を再び。これ羊、あそこに連れて行くんじゃないか。あそこにちょっと連れて行ってみよう。ポコーン、ちょっとかわいそうだな。ポコーン。さあ、行け。しかし、かなりの場所に散らばってるな。違うよ、そっちじゃないよ、あっちだよ。ほい。はい、1匹。これでいい？ 6 匹の羊が逃げました。見かけたらここまで連れてきてください。6匹も逃げてんのか。あ、まずは、目先に1匹。あ、そこに紫コインがある。あれ、最後じゃないか。ちょっと待って。はい。これで2匹かな？連れてきたよ。入って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 、ほら、入って。はい、入って。はい、2匹。あと4匹か。あそこに紫コインがあるんで、最後の紫コインを回収しよう。
ちょっと待てよ。紫コインどうやって回収できるかな。こっから行けば行けるかな。はい、幅跳び着いたー。これで最後だー。やった、後でお買い物しよっと。これで3匹目ってやめます。行きません。はい、行きません。これで3匹目。遠いなー。もうちょっと早く移動できんかな。抱きかかえれたら早いんだけどなー。はい、3匹目。あと3匹。多いな。2匹同時だぜーって落ちるんじゃあれ。あー、さあ、着いたと。これで4匹かー。一番遠いやつを落としてしまったかー。これで5匹。てんてれれれん。あれ、ちょ、逃げないで。やめてやめて。崖から落ちるとかなしやぞ。はい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 。おいおーい、くせ者だなお前。そっちそっち。はい、5匹、あと1匹。どこだ、あと1匹。あ、ついでに取っていこうかな。はい、ゲットー。咲いた牧場の種。次は咲いた庭園の種。よーし、オッケー。じゃあ、あそこの羊を捕まえて今日は終わろうかな。さあ、こいつがラスト。さあ、これで終わりと。はい、6匹目。おい、入れ。よし、終わった。何も言わずにお礼だけ放り投げてくれるっていう。ありがとうございます。助かりました。じゃあ、ゲット。どういたしまして。ピーチ城で羊集め。それでは今日はこの辺でお時間が来てしまいましたので、また次回、ここのパワームーン集めしたいと思います。よかったらまた見に来てください。なんだろうこれ。えらい怪しいな。なにこれ。光ってんぞ。これ帽子？あ、やっぱり帽子だ。もう一個あった。こんなところで？尻尾の先から飛び出した。それではこの辺でお別れしたいと思います。思います。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。またねー。